風邪の話をちょっとしたいんですけど、本当にひどかったんですよ。で、去年の4月にインフルエンザに私かかってて、で、まあ、去年の12月の末ですね、年末に、まあ、39度8分まで上がって、で、まあ、その日仕事だったんですけど、ちょうど仕事納めの日だったんですけど、まあ、これじゃあ仕事行けないし、職場から一人インフルエンザ出てたのでインフルかもしれないって思って、まあ、検査しに行ったんですよ。で、お医者さんももう私の症状を見て、絶対こんなに熱が高いのはインフルだって言って検査したんですけど、結局インフルの反応が出なくて、で、変だってなって、で、とりあえずお薬、インフルじゃないからインフルの薬もらえなくて、熱冷ましとかをもらってちょっと様子見たんですよ。そしたら37度台ぐらいまで年明けて下がって、で、私も寄せばよかったんですけど、やっと下がったと思って初詣行ったんですよやったと思って行って、また出たんで38度とかまでそれを私ツイッターとかにも、よっしゃ熱下がったから初詣なう的なことを書いて、で、熱上がって、で、もうなんかもうダメ人間だなってこう思ってた矢先、うちのお母さん私のツイッター見てるんですよ。で、速攻電話かかってきて、あんた本当いい加減しなさいよ言われて、まあ、そっからまた熱が上がって咳もひどくて声も出せないし、本当に38度から9度の間で3日ぐらい下がらなかったんですよ。で、病院もう一回行ってもインフルの反応また出なくて、で、違うとこにちょっと行って検査してもらおうと思って別の病院に行ってレントゲンとか撮ったんだけど、肺はすごい綺麗ですって言われて、咳すごい出てるけど肺炎でもない。で、いやとりあえずじゃあそこで咳止めとかいろいろまた別の薬をもらって、で、それでも全然下がらなくて咳も止まらなくて、むしろちょっと悪化してきて、いやこれはなんか本当にまずいんじゃないかと思って、で、調べたんですよ。ネットとかで自分の症状は何に当てはまるのかとか調べたら、なんかがんとかすごい当てはまるんですよね。なんでなんでしょうね。鼻血とかも私3日ぐらい止まんなくて、白血病、そう白血病とか、いやどうしようと思って、結局大きい病院行ったんです。医大病院行って血液検査と CT とかも取ってもらったんだけど、異常はやっぱりなかったんですよ。で、またそこで別の薬出してもらって、まあ、ちょっとずつ治ってきたんですけど、結局原因は分かんなくて、単純に風邪をこじらせたっていう、なんかちょっといまいち腑に落ちない感じで終わったんですけど、いや、まあなんかインフルの時よりもすごい症状が辛くて、今年の風邪ってこういう感じらしいんですよ。その医大病院のお医者さんが言うには、熱がバッと出て咳がもう最悪、長い人は 3,4 ヶ月咳が続くって、で、細菌性じゃなくて、ウイルス性じゃなくて細菌性の風邪だとそういう症状が出るみたいな、こういろいろと、まあ、憶測でしかないんですけど、今となってはなんか今年の冬の風邪は長引く、すっごい辛いので、皆さんも本当に気をつけてください私去年の年末最後のライブ、ここのユニオンさんだったんですよ。で、その時からちょっと変だったんです、体調が。で、 MC でいや風邪なんですとか言ってて、で、まあ、歌い納めありがとうございました、で、来年の歌い始めはユニオンさんじゃないんですけどっていう話してたんですけど、結局1月全部キャンセルだったんで歌いを始めユニオンさんになりましたいやでもこの2周年の企画に呼んでいただいて、自分の年始めの初めてのライブがこの2周年のおめでたいライブだということで、結果的に風邪ひいてよかったなっていうことでなので皆さん今年もよろしくお願いします